インチキおじさん。いやでも楽しい。うまくできへんけど。今日どんかつ食べたらにっこりなんだけどな。明日笑顔で外出れる。もう同時に後になったマジか。コメント見てる場合じゃなかった。いやでもコメントも見てないからね。コメントも見てないっていうのが大問題って感じ。わー、来るなー。手前に降り取ったら終わりムーブやけど。刺されるか？あとあっちに降りたいとかダッシュでこっちに来られとってもしんどい。防具は一日であるから。そろそろいそう。いや！ベクターチャレンジします。違う、どっかしらで待ってんな、これ。足音は絶対したのに。何してんの？どこにおんの？消えたけど。もういいかな。もういいか。ええー、か。何してるか分からんし。草の音やってんけどな。ちゃんと漁った？ここ。漁ってなくない？めちゃくちゃ4倍あるけど。昨日のやつドンカス TV ですかね、これ来ました。はじめまして、ありがとうございます。来ていただいて。日本語です。よろしくお願いします。なんか、配信してるときと、意識し始めるとめちゃくちゃ関西弁が出る傾向がある、私。初めて MC やったときもハロウィンのイベントなんやけどさ。まあでもいいか。当てよう！ 13 発をちゃんと当てる。MC したときも、あれ？これ？めっちゃ関西弁になってるっていうのをちょっとでも考えるとめちゃくちゃ関西弁でんの。
で逆にそれを考えてない時の方が関西弁でやんっていうのに気づいて、だから多分私に必要なのはこう無にして心を無にして喋ることなんやと思う。その標準語関西弁を抜く、まあ、抜くってほどでもないけど、ちょっとこうマイルドめにするためには気持ち意識しないことが一番必要。うわー、髪だ、何ここ、やばくない？とりあえず M4 でしょ。あーでもそれやったらこれでいい気すんな。ええって、これでいいんじゃないか。まあちょっと標準語をすぐに話そうって思ってもさすがにね出ちゃうから、あもうほんまに意味わからん関西弁喋るのはちょっともうなくしていきたいなって気持ち。うまうまやぐらだったね。使い分けれたら一番いいやけどね。思わん、関西弁と標準語使い分けれたら完璧じゃない？なんかそれはそれでなんかこうなんかビジュアルじゃない、ビジネス関西弁感出ちゃうかもしれへんけど。あの使い分けれるのが一番いいやろうなとは思うよね。あ無理ないけど、なんか少なくともゲームやってるときは私は無理だ。なんかそこに気使うとマジでもう何喋ってるかわからんくなる。喋ってる内容考えるんですらさ、なかなかうまいことできひんのに。まああれやけどね、もともとやから喋り、なんやろ、めちゃくちゃしょうもないこと言っても関西弁やからちょっとおもろいみたいなさって思ってもらえることがたまにあるんよね。から、あとめっちゃしょうもないこと言っても関西弁やから許してもらえるみたいなのがあるから、私は自分が関西弁なのに対してはなんか割とポジティブな気持ちは持ってる。うん、あこって湧くっけ、あんな微妙なとこ湧くか、湧いてるし、なんか怪しいな。だからもうなんか関西弁嫌なんよねってことはないんやけど、まあでもやっぱり人前で話すってなった時に使い分けれた方がいいやろうなとは思う。関西弁に甘えてる節あるからね、結構ある。なんかしょうもないこと言っても許してもらえるかなぐらいのね。なんか持ち物が微妙だな。武士ありって感じ。微妙だね。まあええか、そんないっぱいいっぱい弾いらんな。最悪逆にしたらいいし。ソウさんこんばんは、お久しぶりです。そのふざけた、待って一人も食って美味しい思いをしたい。見えた、今見えてない、いなくない？
っぱりおった。どこだ？わかんな、あされやんわ。アンチめっちゃ上やし、やばだなこれ。お互い足を引っ張り合ってる場合じゃない。地獄が始まるなこれ。多分下側でも多分武器を持って走ってる余裕はない。そう、このアンチ昨日思い出すよね。昨日のドンカス TV は私も思い出したもん。でもあっちも手を打ってくれた感じがする。てかなんかベスト戦ってんね。やばだやばだよ。嫌な音がした。やば、横から。おいしい、おいしい、勝ったね、こっちが勝った。うまいな。うわ、このリュック欲しい。うわ、このリュック欲しい。よく出すと負けるんだよこのゲーム。でも出しちゃう。よし、さあルーマイっぽい人がどこにいるんだ。右にもおんぞ。地獄やってこの際。俺ね、あれ違う。こう。嫌な音したね。いやもうあんま欲張ってられへんからな。ドキドキしたほんとね。そろそろ死ぬ気すんな。いやこれ右から回りたいけど、やばいな、どうやってもやばい。気になるなその物資。それはインチキやろ。そんなん気になる、そんなん気になってまうやん。もうそらわしか。ちょっと待って、うるさいうるさい。あ、任して。いかん。花火さんは今後です。ビンタはないです。よろしくお願いします。
やばいよ、どこも。木がもうないのもやばい。山小屋少なそうだな。ここまで取りに行くか。いや、黒酢欲しかったけどな。に、ごめん、ちょっとコメントあんまり読めへんかも。あったよね、今。際だな。マックス際。いや、木がないから。ちょっと向こうやな。うん、まあ後ろで潰し合ってもらって、なるべく前目を、これ潰しに行きたいな。トイレ我慢して、トイレ我慢してよ。今のはもうなんか絶対やったらあかんやつだった。危なねえ、もうダメだよ、ほんと。まだ夜か。いえ。どこだ？あった。いえ、あそこ。123、わかったね。ってことは、でも、あんまり良くないな。家と
まないな。気まずいなこれ。でも襲われてるのあっちか。潰しちゃうと思うねんけどな。割といい感じだ。ジジー、とんかつだ。よかったこれ脱スランプかな。スランプとんかつ、ごちそうさまです。ジジー、イエイ。